けましておめでとうございます。本日はですね、1月1日初詣に向かっております。そして向かっている先は成田山新勝寺ですね。千葉県にある成田山新勝寺に向かっております。初詣の雰囲気がどうしても、正月の雰囲気ですねが味わいたくて車を走らせてます。日中に行っちゃうと混みすぎるので、あえて夜ね、店は閉まっちゃってますけど向かっております。デイ、いやー暗いですね。道がいいですね。明治神宮とか浅草寺でも良かったんですけどね、こんなスムーズには行きませんよ。やはり千葉県いいですよ。これは車止めました。今日はね、特別日料金なので高いね。30分300円成田で高いわ。では参道ですね。新勝寺までの参道、帰る人の方が多いな、やっぱり。この通りやはりすごいですね。日中来たら楽しそう、飲み歩きしてみたい通りですわ。結構テレビで見ますもんね、この道は。ほとんど今閉まっちゃってるけど、こちら有名な通りですね。うなぎ屋さんが並んでるお店ですね。これ本来やっぱり日中に来るべきでしたね。お店開いてなさすぎて雰囲気も何もないわ。まあ仕方ないので歩きますけどね、行きますけどね。風情出てきましたね。風情が、閉店の準備をしてますけども、だいぶ風情出てきましたよ。そしてこちらが有名な、うなぎで有名なお店ですね。人ね、まだすっごいいるんですよ。パッ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 、モザイクめんどくさいから。雰囲気いいな、旅館みたい。人がすごい、人がすごい。食べたい、うなぎ。正門着きました。では中入りますか。はい、本堂着きました。今午後ね、8時過ぎぐらいなんですけど、まあそんなに混んでないですよね。全然少ない方。じゃあおみくじでも買いますかね。これどこが行ったって感じ。マジなの。今2個目だ。それ以外は。それを狙えばいい。結果半吉ですかね。病気全開するが長く、はい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 、はい、旅行途中では苦労するが行き先で良いことがあるだって。
おみくじも引いてお参りも終わったので戻ります、帰ります。さっきの参道ももうさすがに人いないですね。8時今9時前ぐらいなんですけどね、こんなもんなんですね。他の明治神宮とかその浅草寺とか気になるな、どんくらいなんだろう人。じゃあ車戻っちゃいますわ。はい、初詣終わりました。いやー、やはりいいですね。独特の雰囲気あるよね、年末年始の静かに、なんか静けさあるんですよ。で、寒空の下屋台とかね並んでて、で、これから、まあ、成田空港近いんで成田空港行って、ドラクエウォークのお土産を取って、帰ろうかなと思います。というわけで皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。